中学生エリン、日本語を勉強中。ロボット N21J、 エリンの勉強をお手伝い。先生ホニゴン、日本語を優しく教えます。エリンが挑戦、日本語できます。皆さんも一緒に挑戦しましょう。こんにちは。皆さんこんにちは、ホニゴンです。こんにちは、エリンです。こんにちは、こんにちは。これから半年間、私たちが皆さんと一緒に日本語を勉強します。よろしくお願いします。エリン、今日は初めて日本の学校に行くんだよね。はい。わー、この学校ね、楽しみだな。きっと友達がたくさんできるよ。そして今日エリンが挑戦するのはこれだよ。初めての挨拶？そう、初めての挨拶をするよ。クラスのみんなに上手に挨拶できるかな？やってみる。じゃあ、行ってきます。エリン、頑張ってね。ここが君のクラスだから。誰？あの子。転校生。チーム会。起立。留学生のエリンさんだ。今日から半年間この学校で勉強することになった。みんなよろしく頼んだ。はじめまして、エリンです。イギリスから来ました。日本のことをたくさん勉強したいのでよろしくお願いします。じゃあ君の席はあそこだ。辻岡、いろいろ教えてやってくれ。私、辻岡咲。藤岡咲でいいからよろしくね。はい。ドキドキした。頑張ったね。ただいま。おかえり。さて、じゃあ勉強しよう。今日エリンが挑戦したのは初めての挨拶。みんなの前でどんな風に言ったかな？はじめまして、エリンです。はじめまして、エリンです。はじめまして、エリンです。 OK、 そうだね。はじめましての後に自分の名前を言うんだ。エリンも上手にできたね。はい、でも大変だった。そうか、じゃあ少し練習しよう。はじめまして、ホニゴンです。はじめまして、エリンです。はじめまして、ホニゴンです。はじめまして、エリンです。はじめまして、はじめまして。エリン、どう？バッチリ。オッケー、もう一つ大切なことを言ったね。はじめまして、エリンです。イギリスから来ました。
ギリスから来ました。イギリスから来ました。正解。自分の国の後にから来ましたって言うんだ。じゃあエリン、ちょっと見ててね。はい。オーストラリア。オーストラリアから来ました。オーストラリアから来ました。中国。中国から来ました。中国から来ました。エジプト。エジプトから来ました。エジプトから来ました。ホリゴン先生すごい。じゃあ今日のスキットをもう一度見よう。着席。留学生のエリンさんだ。今日から半年間この学校で勉強することになった。みんなよろしく頼むな。はじめまして、エリンです。イギリスから来ました。日本のことをたくさん勉強したいのでよろしくお願いします。じゃあ君の席はあそこだ。ひろか、いろいろ教えてやってくれ。私、藤岡咲。咲でいいからよろしくね。はい。みんなの前での初めての挨拶、大丈夫だね。完璧。新しい友達もできたね。うん、咲ちゃんすぐ仲良くなったよ。よかったね。じゃあ次のコーナーだよ。日本のいろいろな人たちの初めましてを見ましょう。こんにちは。あ、どうもこんにちは。はじめまして、ドイテローです。74歳です。はじめまして、ドイキヌヨです。71歳です。はじめまして、阿部です。はじめまして、倉重です。はじめまして、菅野です。はじめまして、パパですよ。はじめまして。はじめまして。おーい。赤ちゃん可愛かったね。そうだね。いろいろな初めましてがあるんだね。はじめまして。じゃあここで少し休憩。エリンの学校で面白いものを見つけたよ。何か当ててね。自転車置き場。そっか、上と下に自転車を置くんだ。うん、狭いけどたくさん置けるね。じゃあ勉強に戻ろう。今度は応用スキット。さきちゃんの友達に初めて会うよ。わあ、誰かな。上手に挨拶できるかな。頑張って。はい、
だけじゃん。教科書か。何？また教科書忘れたの？違うよ、藤岡のクラスに留学生来たんだって。うん、ほら、あそこにいる子。へえ、かわいいじゃん。紹介してあげよっか。エリー。紹介するね。隣のクラスの林健太くん。私と同じテニス部なの。あ、林健太です。エリンです。今日は雨ですね。何それ、もっとマシなこと聞きなさいよ。小学校からずっと一緒なんだけど、ほんと昔からダメダメなやつなんだよね。おい、初めて会った人にそういう紹介の仕方はないだろ。エリンちゃん、こいつ怒らせると怖いから気をつけてね。ケンタ、新しい友達ができたよ。よかったね。さあ帰っておいで。うん。ただいま。おかえり。さあ今エリンが挑戦したのは健太くんとの初めての挨拶だったね。はい。ちょっと見てみよう。紹介するね。隣のクラスの林健太くん。私と同じテニス部なの。あ、林健太です。あ、エリンです。林健太です。エリンです。ホニゴン先生、今度の挨拶は初めましてを言わなかった。うん、いいんだよ。簡単な初めての挨拶は名前だけでいいんだ。はい。じゃあ今のスキットをもう一回見てみよう。よっ、藤岡。何？また教科書忘れたの？違うよ、藤岡のクラスに留学生来たんだって。ほら、あそこにいる子。へえ、かわいいじゃん。紹介してあげよっか。エリー。紹介するね。隣のクラスの林健太くん。私と同じテニス部なの。あ、林健太です。エリンです。今日は雨ですね。何それ、もっとマシなこと聞きなさいよ。小学校からずっと一緒なんだけど、ほんと昔からダメダメなやつなんだよね。おい、初めて会った人にそういう紹介の仕方はないだろ。エリンちゃん、こいつ怒らせると怖いから気をつけてね。ケンタ。ケンタ君、サキちゃんと同じテニス部なんだね。仲いいね。小学校からの友達って言ってたね。これで簡単な初めての挨拶もわかったよね。はい、友達も増えた。じゃあ今日の言葉の勉強はここまで。やったー。次は日本の文化に挑戦するやってみようのコーナーだよ。やってみよう。今日は名刺交換です。はじめまして、小倉です。よろしくお願いします。はじめまして、吉田です。よろしくお願いします。名刺は名前のカードです。仕事で初めて会った人とは名刺交換をします。まずは先生のお手本です。はじめまして、小川と申します。よろしくお願いいたします。岡と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。名刺は名前を相手に向けて渡します。相手の方に、これ、はい、逆さまにしたら失礼だから、必ず自分の相手の人が見えるように。先生とやってみよう。はじめまして。はじめまして、ステルクランドと申します。塚と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。とても上手です。そんなことは思っていません。はじめまして、パクピョンと申します。あれ、名刺の向きが、名刺がちょっとこっち向きで、このこっちに向けて渡してください。はじめまして、パクピョンと申します。塚と申します、はい、
どうぞよろしくお願いします。今度はみんなでやってみよう。はじめまして。はじめまして。ステルクランドと申します。ジョアン知ってます。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、マイケルです。はじめまして、ジョージです。よろしくお願いします。私も名刺欲しいな。名刺。じゃあ最後に世界で日本語を使って働く人を紹介するよ。どんな人かな。世界に広がる日本語。ここは韓国です。1990年代後半からたくさんの人が日本の本や映画、音楽などを楽しんでいます。韓国は日本語を勉強する人が世界で一番多い国です。日本語学校がたくさんあります。この学校では朝7時から授業が始まります。日本の大学で国際観光を成功するために勉強しています。日本人と話したくて日本語を勉強しています。ソウルから電車で1時間のソンナム市。この学校では日本の料理と料理に使う日本語を教えています。さは砂糖、しは塩、すは酢、せは醤油、そは味噌。この学校にとても上手に日本料理を作る少年がいます。キムチェヒョン君、15歳です。ここはチェヒョン君の家です。너재밌었던얘기해. 오토상도니온요리안이있더라. 스고쿠기레이데호레마시다. 日本料理が大好きになって一生懸命勉強しました。そして160種類の日本料理が作れるようになりました。新聞やテレビに出て寿司キングと呼ばれています。今は日本料理店で勉強しています。世界一の日本料理人になりたいんです。最後にチェヒョン君が大好きな日本語を教えてくれました。すごい、僕にとって最高の褒め言葉です。チェヒョン君の料理美味しそう。さてエリン、今日の勉強覚えてる？はい、初めての挨拶。はじめまして、エリンです。イギリスから来ました。オーケー、初めての挨拶バッチリだね。皆さんどうでしたか？さて次回はこちら。場所は学校。友達にお願いをする言い方を勉強します。楽しみだ。それじゃあまた日本語できますで会いましょう。さようなら。